はいということで、えー、本日紹介する星座は、魚車座ということで、魚車座のカペラって、えー、セットで覚えることはありませんかね。魚車座、略して餃子でございます。えー、北天星座で、トレビ48星座の一つですね、えー。ということで、魚車座の中で、まあ、最も有名な構成というのが、えー、その通りカペラでございまして、まあ、アルファ製なんですけども、 えー、魚砂の中で最も明るい構成ということで、まあ、これは一等星に属します。えー、この星は神話のヤギアルマル、えー、アマルティアに関係しているということで、カペラという名前が付けられております。えー、その他、ベータ星には、えー、メンカリナンという、えー、星が、えー、構成があったりですとか、あとはイプシロン星ではアルワーズという構成があります。その他、食塩構成、 ですとか、ハ、え、ウ、ー、ですなどが、えー、こうあったりしますね。星、え、団、ー、線銀河ということで、M36、37、38、えー、いずれも3回星団、まあ、これが魚星座の周りを囲んでいる星団ということになりますね、えー。魚舎座の名前の由来と歴史についてなんですけども、もともこの魚舎というのは山羊の別々の、えー、星座ということだったんですけども、 えー、トレミによって一つの星座として、えー、されたということで、そのため、えーまあ、その負けてこう考えるようになったという、巨匠と、えー、山羊ですね。それを考える、えー、山羊じゃない、やヤギですね、えー。なんか変な、適当なことを言ってますけども、えー、その巨匠と、えー、ヤギをこう、 まあ結びつける神話は存在しないといととうことでございますそのため、この一星座というのは、ルクビ、戦車として、えー、バビロニア時代に遡る可能性があると、えー、こうされております。えー、中国ではこの巨匙座の、えー、4つの星とオオシダ・ベータ星を結んだ五角形に注目し、五者と呼ばれております。えー、日本でも、えー、同様の見方から五角星とお言われてたりもします。 えー、ということで、まあ、いろいろ神話が残ってたりしますので。